蘭界の居所を探せと仰せつかりましたが、手前どもでは手が足りず、土地の狐に助力を乞いました。王子の狐らの申すには、九段の人物らしき僧を吉原界隈で見たとの話にございます。吉原だと？赤い坊主め、女の股下にでも隠れおったか。ってんならそこの店でそばでもたぐっていくといい。ここのそばは格別うめえぞ。悪いな、もう店じまいだ。一服したらもう帰るとこだ。駿河からこっちへ来るときにまた乗ってってくれ。中へどうぞ。今なら空いておりますよ。おつな味じゃのう。五臓六腑にしみるわい。悪くない。勘定はここに置いておくぞ。いらっしゃいまし。温かな冷や飯に煮たばかりの冷めた魚、太いそばもございます。お望みなら大ぶりな小魚の塩焼きや高い安酒もございますよ。この世に恐ろしいものは数あれど、化け物よりも怖いのは古谷の森じゃ。聞いたことがないじゃろ。古谷の森とは古い家の雨漏りじゃ。貧乏は怖いということじゃ。お嬢さん一人旅ですかい？俺は八十八ってもんで、そっちにいる熊五郎ってやつと旅して回ってんだ。この先の茶店で一緒にお茶でも飲んで休みませんか？あ、いやいや、下心なんてこれっぽっちも。聞いてくれ、嬢ちゃん。調子よく近づいてきたやつと宿に泊まったんだが、こいつがゴマの灰だった。いわゆる泥棒よ。金を取られて一文なしだ。ハチの野郎と二人して今晩は野宿だ。ひでえ話じゃねえか。教えて信ぜよ。人間は死後陸道に輪廻転生する。徳を積み悟り得ることで輪廻を超え極楽へと行き着く。何話が真っ黒さいだと？近頃の若者はなっとらん。江戸へ行く途中だけども、よかったら品をお分けするよ。儲けようと荷を詰めすぎたんでな。まず飛び込む水の音。我ながら良い句ができた。置いてけーなんて言って脅かしやがって。なんだって言ってない。夜分に一人で出歩くのは物騒でいけません。と申しますのも、この辺りには辻斬りが出ますんで。これが雨でもないのに空傘を差して一本下駄を片足だけに履き、ぴょんぴょんと近づいてくるそうな。唖然としているところを錆刀で切りつける。その様は赤い舌で眠られるように見えるそうだ。江戸はなんだか陽気でも渦巻いとるようじゃが、不景気な顔してたって儲かりません。商売商売。居所を探せと仰せつかり、王子の狐らの申す。吉原だと？